ずっと考えているのだ。そうだ、気分転換をしにリニア鉄道館に遊びに行こう。プロ野球の遠征で初めて新幹線に乗って以来、速くてかっこいい新幹線や鉄道は大好きなんだ。リニア鉄道館に行って癒されよう。やっぱりリニア鉄道館は最高に楽しいな。あれ、何かイベントやってる。よーし、僕も参加しよう。はい、ちょっとドアラが答えたいみたいです。ドアラ、それ大
みんなが大好きなプロ野球チームの名前でしょ。さりげなくアピールしないで。あ、そうそうそう、分かったから。はずれです。はい、ね、しかもこれね、クイズが2択になってますので、最後までしっかりと聞いてくださいね。はい、もう1回クイズからおさらいします。走りながら新幹線の設備をチェックするおじさんの役割をしている新幹線、名前は何というでしょうか。ではこちらから選んでもらいましょう。まずは A、 ドクターイエロー、そして B、 ドクターブルー。じゃあみんなに聞いてみようかな。 A のドクターイエローだなと思う友達手を挙げてください。あ、すごい、いっぱい手が上がってるね。じゃあドクターブルーだよっていう友達はいるかな。はい、あ、いないみたいだから、これはじゃあお友達の答えはドクターイエローってことでいいかな。よし、じゃあ A のドクターイエローがお友達の答えね。ドアはどう？ドラゴンズじゃないよ、 A です。ドアも A ってことはお友達と一緒だね。じゃあ答えを発表しましょうかね。答えは A のドクターイエローです。みんな正解おめでとう。そうなんです、もうね、すでにお姉さんが問題を読み上げてる時からドクターイエローだよって答えてくれていたお友達もたくさんいるようですね。ドクターイエロー、ちなみにドクターイエローはリニア鉄道館の中にもちゃんとあるんですよ。実際に走りながら線路や架線など新幹線の設備をちゃんと点検してきたという実物なので、みんなぜひ後で見に行ってみてくださいね。さあ、みんなも正解だけど、ドアラも正解。だけどさ、今のドアラさ、みんなの真似したんじゃないの。みんなが A って言ったからさ。そんなことない、そんなことない。チチチチチチって A、 A、 あ、もう頭考えてたと。なるほど、じゃあドアラ、リニア鉄道館のことなら何でも知っている。何でも知ってる。本当に？本当だね。じゃあ次の問題いっちゃうよ。ドアラがね、どこまで行ってられるか、次の問題行ってみましょう。続いての問題はこちら。東海道新幹線が東京オリンピックが開催された年に営業を開始しました。それは何年前のことでしょうか。東海道新幹線が営業を始めた時、初めて走った時だね。
なも鉄道博士になれますからね。どうやらもうここまで2問正解しているわけだから鉄道博士になれるかもしれない。当たり前また大本命出た。当たり前ですよ。当たり前です。ドアラ
素敵な情報があります。おお、これだ。せっかくだから真ん中でみんなに見せていきましょうか。はい、ミニアケルトーク。リニア鉄道館、春の特別イベント、みんな知ってますか？春の特別イベント、どうも知ってるの？まだもちろん知ってますよ。鉄道の歴史を見てみようをテーマに、クイズラリーや館内のガイドツアーなどを楽しみながら鉄道を学ぶことができるイベントを行っています。また普段は入ることができない新幹線の運転台もね、特別公開しているんですよ。4月6日までは百景新幹線運転台で子供用の制服を着て記念撮影もできます。リニア鉄道館春の特別イベントは5月18日までなるよね。すごい、これはいいこと教えてもらったね。はい、そうなんですよ。ドアラも今言ったイベントね、全部参加して今度はみんなに負けないようにしましょうね。そうだよね、さっき一問間違えちゃったから今度は全問正解できるように頑張ってくださいね。でもみんなもね、ホンドアラなんかに負けないように、今のドアラが紹介してくれたイベント全部参加して、さらに鉄道博士を目指してください。で、今度明日はここリニア鉄道館でドアラを頑張ってくれますが、来週の火曜日からは名古屋ドームで中日ドラゴンズの選手と一緒に頑張ります。みんなもぜひ応援に来てくださいね。それでは鉄道博士を目指せ、ドアラと一緒にクイズに挑戦、1回目はこれで終了となります。この後鉄道博士になったみんなは順番に鉄道博士認定缶バッジのプレゼントと写真撮影をしていきましょう。で、この写真撮影は前のお友達から順番にご案内していきます。後ろのお友達少し座って待っていてくださいね。なお、今回のイベントでお配りする缶バッジは毎回色が違います。クイズに挑戦はこの後13時から行います。ご参加いただける方はまた13時近づいてまいりましたら、こちらイベント広場にお集まりください。なお、リニア鉄道館は今日午後5時30分まで開館しています。